ギオルギ・ツレテリは、ジョージアの政治家。ジョージア国会議員、ジョージア国会副議長、欧州安全保障協力機構議員会議議員を、歴任。ギギ・ツレテリとも表記。1964年に、トビリシで誕生。トビリシ第8音楽学校で学び、トビリシ第55中学校を優等で卒業。1980年に、トビリシ国立医科大学医学部に入り、 1986年に卒業。1986年から1987年まで、飛びり市中央共和国病院の神経科で医学研修生。1987年から1989年まで、臨床神経学研究所で研修医として勤務し、臨床研修の全過程を終了。1989年から1993年まで、 臨床神経学研究所に神経科医として勤務。神経疾患の免疫学的側面に関する科学的研究を行い、この分野でいくつかの科学論文を発表した。1993年から1995年まで海外留学。1995年から2000年まで飛び出し国立大学法科大学院で学び、法学修士号を取得。 2005年に、ボストン大学公衆衛生大学院で、国際保健医療経済財務の認定学位を取得。1995年4月から10月まで、飛び出し市役所社会局で、初代副局長を務めた。同年、バケク議会議長に移動。1996年から1998年まで、飛び出シ市副市長を務め、保健、教育、文化、社会、 体育の分野を管轄。1998年10月、統一地方選挙で勝利し、飛びり市議会議員に就任、多数派の会派、飛びり市の会長を務めた。1999年、ジョージア市民同盟の候補として、ジョージア国会議員に当選、地域政策、自治委員会で委員長を務めた。2000年2月、国会副議長に就任。バラ革命後、 国会議長、ニノベルジャナゼが大統領に就任したため、国会議長代行を務めた。2003年の国会議員選挙では、無達民ら選挙区から再選。2004年2月から5月までは、保健、労働、社会保障大臣及び副首相を務めた。2004年5月以降は、議会で、保健、社会保障委員会の委員長を務めた。2008年の選挙では、 統一国民運動から再選、ありがとうございます。